はい、おはようございます。日曜日の朝、もう11時ぐらいになってしまいましたね。これから朝ごはん食べに、ヤクン、あの有名店、ヤクンカヤトースト、行ってみたいと思います。レッツゴー。お、ちょっとでも帽子の角度が僕が最初に君と出会った時と違いますね。なんかさ、ハンチングみたいなの被ってなかった昔。あのベレー帽みたいなやつ。そうだよね。俺ハンチングのイメージですわ。おじさまが被ってるような。そう。すごいな、若者っぽい若者だったな。19とかっすからね。そうだよね。違う、もうちょっとだったら20か。いや、20は行ってたと思う。大学3、4年じゃなかったかな、多分。21、2ですね。その頃は、ね、進路相談をしたぐらいですね。楽しいですね。確かなんか、ここら辺、国立図書館みたいなの。あ、これだ。ナショナルライブラリービルじゃん。ここ去年、入ったー。国立図書館の詳細が知りたい方は、僕の去年のシンガポールのブログをご参照ください。僕らは見えましたね、今こちらのヤクンカヤトーストに向かっております。もうこの通りの右にあるみたいだね。シンガポール来たら、まあ、チキンライスバクテに並ぶぐらい多分カヤトーストはね定番の朝ごはんなのかな。向かってます。あ、ホテルから歩いて5分ほどでこのヤクンカヤトースト。これね、日本にもあって、確かね、有楽町とかあとね、新宿のカッポンのビルの下にも確か入ってたはず。それはなくなっちゃったね、新宿の方は。今ちょっとカヤトーストを焼いてます。で、隣で、バターとかジャムとかを塗って、我々のことに提供される。これはコーヒーをビッグにしたから2ドルかかってるけど、このセットだけだったら6ドル30セントだいぶ安いですね。なんかこのカヤトーストはトーストを卵につけて食べたりする、三脚を忘れてしまったため手で持ちながら行きたいと思います。うん、このジャムがね甘いんですわ。中にバターも入ってて、で、このトーストはパンとして非常に薄め、なんで食感はね、すごいサクサクいけます。卵にしてみましょうか。どうですか？これもともと甘いの好きなの。うん、めっちゃいい。あ、じゃあバターも好きだから好きなもの好きだから、なるほど。パン自体味っぽいわけじゃないですけど、うん、サクサクして薄めで、薄いよねこれ。だからサクサク感がすごい増しますわ。めっちゃ食べやすいですわ。マジで朝飯に。そうだね。皆さんもシンガポール、した時にはぜひこのヤクンカヤトースト、本当にねどこにでもあるあのチェーン店なので、あと日本にもあります。ちょっと場所は忘れてしまいましたけど、興味のある方は行ってみてください。さあ、部屋でまったりして、トレーニング筋トレした後にねゲームもやりつつ、またお昼ご飯にやってまいりました。来たのはこのカフェディエンコーヒー店。ここはねチキンライスとかも売ってるみたいなので、ここで食べてみたいと思います。いろいろありますが、レモンチキンライスいってみようかな。
あ、コーヒー店ということでね、コーヒーも頼んでみたんですが、アイスコーヒーっていうとローマ字で出てくるのはなんかこういうちょっとミルクとお砂糖の入った甘い、うん、あー美味しいね。コピーってやつだね。ブラックを注文したときはコピー O です。日本でいうところのカフェオレかね。大体そうです、味的に。でもミルクはの量は少ないのかな。砂糖が多い。砂糖が多くてミルクが少ないから。これはフライドチキンライス、レモンチキンライス、唐揚げになってるな。ちょっとね、予想とは違いましたが、楽しんでいきたいと思います。で、これはハイナンズブレイズドポーク。まあまあ、いいでしょう。うん、レモンソースのかかった唐揚げでございます。ご飯はちょっと細長いタイプなので、いわゆるタイ米になるのかな、うん、なかなかいけてます。こんなにうまい、うん、こんなにおいしい、うん、お疲れ様でした。
didn't think Twitter was going to be bad. I don't know. Yeah, I mean, you definitely cannot say that you played badly.今ホテルに戻りまして、モチベーションの高い若手組アデリー・サハランとシュート君、シュート君じゃないシュート君じゃない、やっぱ優勝の印象がちょっと強すぎてですね、名前間違えちゃったね、シュージ君とアキラ君、シュージ君は、我々戻って金曜日にバレル戦を控えているため大黒ガイル、こちら対策をねお願いしているところでございます。さあ、今ね続けて対戦してだいぶ今日はもう疲れました。みんなはだいたい朝の6時の便とかで、帰るので荷造りして、僕は今日、夜の便なのでゆっくりチェックアウトして、また明日あるという感じでございます。はい、こちらは午前3時でございます。でですね、リジェクト組がこれから、撤収ということなので、お疲れ様でした。お疲れ様でした。すみません、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お世話になりました。向こうでもよろしくお願いします。お願いします。戻ってね、またやりましょう。お、あ、そっか、お疲れ様でした。お疲れ様でした。というわけで、僕は皆さんを見送ってまたホテルに戻って就寝します。しはい、みんなを見送ってまた戻ってきました。今日はね一日長かったです。また、大会の総括は明日やるとして、ここら辺でひとまずシンガポールデイ4はこんなところでおやすみなさい。